若い頃は天丼やカツ丼、ラーメンなど脂っこいものを毎日食べたとしても問題などなかった。しかし年齢を重ねるごとにだんだんと脂っこいものが苦手になってきた人も多いだろう。カツ丼や天丼、かき揚げ丼などかつてのように食べたいと思っても、その後の胃もたれや腹痛を考えると二の足を踏んでしまう。そんな悪魔のヘイドたちを救う最高の天丼情報を我々は掴んだ。京葉道路下り幕張パーキングエリアにその天丼は存在した。情報提供者尾角と合流し、京葉道路下り線幕張パーキングエリア内パサール幕張へと侵入。だって俺でも天丼なんか本当全然食わないでしょ。本当、ちょっと待ってよ、だってカツカレーとかもあんだよ。生姜焼きしか食ってないけどカツカレーとかもあんだよ。あれ、うどんある、うどんある。うどんはいいよ、どこでも食えるし。じゃあいいよ、じゃあ天丼にしようよ。天丼にしようか。俺でも年だからマジでもたれるんだよ、本当に。俺だってカツ丼とかも最近食えなくなってんだもん。じゃあお願いします。特上天丼の大盛りを一つと、それと僕が天丼、普通の天丼。はい、何味噌汁なんか。そうですね、お飲み物やります。これいいね、これね。お前アサリ飲める？はい、飲めます、ね、じゃあアサリの味噌汁2つ。はい。普段天丼食べない？あんま食べない。あ、好きじゃないの？嫌いじゃない。いや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 。すごいのが見えてる。すごいのが見えてるよ。これで特上ですよね。鶏ガラにご利用ください。すごいじゃん、マジで量が。これお姉さんも食べてるんですよね、まかないとかで。食べてない。だってまかないとかでやっぱりこれ食べたりするんですよね。そうですね、ここの食べます、ね、食べきれますよ。食べきれない。食べきれない、お姉さんが食べきれないっつってんだよ。まあ、ちょっと行ってみましょう。何これ、何が入ってんの、何が入ってんの結局ね。そうなっちゃうね。かぼちゃ、海苔、エビが2本ぐらい2本入ってて、ビジュアルすごいね。でこれアナゴじゃないですか、これ長いの。なんかちょっと違う、こっちが普通ね、これが僕の方で普通、でこっちがオガが特上の大盛りね。これなんかやっぱりオガ的にこのビジュアル見てなんかこう一言で言うとどんな感じなの、はい、うん、これ天丼の宝石箱、うん、パクリやん。我々人のパクリじゃないですか。宝石箱やん。ちょっとじゃあいただいてみましょうかね。いただきます。うん、うん、すごい脂っぽくない。これもね、うん、特上天丼、エビ2本、アナゴ、キス、イカ、カボチャ、ナス、玉ねぎ、海苔、これで990円なんて圧倒的コスパの良さ。完食ですよ。あ、裏っぽく全くないんで、ね、めちゃくちゃ美味しくいただけます、ね、信じられない。結構俺完全に聞いたで、これ本当、うん、なんか今ずっと見てたら気になってたんだよね、これずっと。なんか見たことがないよね、こんなの。丸ごとあんこソフトって多分見たことない。ソフトクリームの中にあんだ、金つばのあんを丸ごとソフトにミックスですよね。いや、僕意外とね、アイスはそんな好きじゃないんですけど、あんこは好きなんですよね。だから肉さ団子とかあん団子とか毎日食べてる人間なんで、ちょっとね、何これ、あんこ感アップ、あんこ何個混ぜる、1個、2個、3個、おすすめ2個。いやいや、初めてだったらまず1個だよね。怖いよね。だって、あ、これが入ってこういう感じね。この塊が入ってるってことね。あんこプリンってのもすごいな。これ、はい、おすすめの2個。いや、現物はこういった形で、はい、
これぐらいの粒あんの立派な粒あんなんですが、はいはいはい、それがまず一つは入って練り込んでいて、はい、それで追加する味噌っていうこちらに書いてある味噌っていうのは、そうですよね、あんこが2個入って大きさは同じですね、はい、あーなるほど。お姉さんもだって食べたことあるんですよね。そうです、当然で、お姉さん的には普通初めて食べるときって激甘だと怖いと思っておすすめかもしれないけど、やっぱりカレーの辛さと同じ僕1個からだと思うんですけど、お姉さんってこれどれにしてるんですか。お姉さんが一番おすすめだっていうのはそれでもこれなんですか。2番目のこれですか。こっちですか。こっちですよね。こっちですよね。じゃあすいません、こっち2個ください。これ2個ください。怖いんで、それを食べてからまた次回ね、2個にするかにしますんで、はい、すいません、よろしくお願いします。最初から2個は怖いよ。はい、ありがとうございます。よっしゃ、これはですね、中身オグラだそうです。まあ、そんな感じでいただきましょう。いただきます。はい、いただきます。はい、いただきます。ちょっと中だよね、やっぱね。中です。オープンザプライスだよね。まず一口ガボって上当たる。上からもういっちゃいましょう。なんかどうなってる。いった、いった。あー、はい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 、あれね。あ、なんかね、チョコモナカジャンボじゃないけど、それの小豆バージョン、あるよね、そういうことね。あります、ね、あります、はいはいはい、いや、でも十分ですよ、十分。ちょ、いただきましょう。天丼の後のデザート、どうなの。めっちゃうまい、うまい。なんこれ、何これ、何、うまい、うまい。金つばのあんを丸ごとソフトにミックスした、その名も丸ごとあんこソフト。また一個食べたいカフェにて販売中。大丈夫ですか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありか大事だったら幼稚ですか。あり、俺もある。早い。そう、まあ、俺もリピート率 6%。 マカリパーティーに行って甘いもの食べたいなと思ったら、また一個食べたいカフェ。なんだろう、また一個食べたいカフェ。また1個、名前が、また1個食べたいカフェ。これ横文字じゃなくて下に言うのかな。またか食べって、違うよね。合ってるじゃない。合ってるね、いいんじゃない。いいんじゃない。はい、まあ、こんな感じでございましたね、本当。なんかいきなり来て ね、君が来てくれてよかったよ。おお、うん、お腹いっぱいになりすぎたところじゃないんじゃないね。天丼、そう、さっきもアイス買うのに夢中になっちゃって、ちょっと天丼取れなかったんだけど、完食、無事に完食しました。完食しました。ね、うん、で、ね、もまた天丼もリピート率当然あり。あり。幕張パーキングの、なんて天丼かな。これさ、なんだろう、もしかしてチェーン店じゃないのこれ。取らなかったのに。房州浜の屋っていうの、漢字読めない。浜の屋さん、皆さんチェーン店かどうかわかんないんですけど、浜の屋さんの天丼は油臭くもなく、めちゃくちゃうまかったっていうのが今回のポイントだね。ポイント。それから、幕張パーキングの下りに来て甘いもの食べたいなと思ったら、また一個食べたいカフェで、この小豆アイスクリームですね、ぜひご堪能していただければっていう、はい、まあまあ本当動画になったんで、なんか本当ありがとうって、見つけてくれてありがとう。うん、ちょっと待って、この後編集するんで、はい、もう帰っていい、うん、はい、帰ってはい、今日の動画はそんな感じで終わりたいと思います。はい、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。